はい、こんにちは。高野です。えー、今日はですね、えー、このですね、骨伝導イヤホンの紹介をしようと思います。AirPods Pro 2とか AirPods 4が出ましたけど、前回の動画でもお話ししたように、今持ってる AirPods Pro でそんなに不満点がないので、今まで未経験のこの骨伝導イヤホンをですね、買って試してみることにしました。これですね、実はもういつだったっけ買ったの これね、2ヶ月前の7月に、えっと、アマゾンのプライムデーだったかな。その時に、結構安くなってて、1万8000円ぐらいでこれ買ったんですよ。そのまま開けずに放置してたら、この9月の頭に、これのバージョン2が発表されたんですよ。今ね、アマゾンの価格でいくと、この僕が買ったこのバージョン1の方は、2万3880円で販売されてます。で、2は2万7880円。 で、販売されてますね。何が変わったかというと、こんな感じで、使用機能をですね、ちょっとピックアップしてみたんですけど、こんな感じになってます。価格がちょっと上がったのと、あとバッテリー駆動時間が10時間から12時間。で、急速充電が5分充電で1.5時間が、それが2.5時間に伸びましたよと。で、Bluetooth のバージョンが5.1から5.3。で、マルチペアリングは共に搭載で、 充電ポートが磁気誘導式から USB-C に変わりました。バッテリー容量が 140mAh から150、ah、に変わってえ、防塵防滴規格は一緒。重さは 1g ちょっと重くなって、材質もフルチタンからニッケルチタン合金に変わりましたと。で、ノイズキャンセリングマイクは共に搭載で、2の方は AI ノイズリダクションも搭載してより綺麗な音で喋ることができますと。 あとはエコライザー機能がちょっと増えたり感度もちょっと変わってたりとかですねアマゾンのレビューを見てると装着感とかですねあと音質が良くなったっていう方が結構いらっしゃるのと骨伝導ではありませんっていうレビューもありますねオープンランプロも持っているのですが耳の穴を指で塞いでも聞こえていたのにオープンラン2は耳の穴を塞いだら聞こえないので空気伝導ですとああそういうことですか だから純粋にこっちのオープンランプロ1の方は骨伝導だけだったので耳の穴をもし塞いだとしてもちゃんと骨伝導だけで音が聞こえると。だから純粋に骨伝導のイヤホンを使いたい人はこっちの方がいいのかもしれないですね。というわけで早速開けていきます。ちゃんとケースがついてますね。すごい。これが保証書です。裏にシリアルナンバーが書いてあります。これ2年保証です。で、ユーザーガイド。 この商品にはトランスペアリンシーが有効化されてますって書いてますね。これ充電ケーブルか。USB-A とこの形状が独特なやつですね。これバンドですね、多分。ゴムバンドが付いてます。電源のオンオフがあって、ペアリングがあって、で、ここがマルチファンクションボタンの使い方ですね。で、これが本体。 おーこんなやつうわすげえこんななってんだこれが右側の耳の方ですね前と下と後ろにスピーカーがありますねでこっちがここにボタンが1個あって同じようにスピーカーでこっち側にもスピーカーで下にもスピーカーですねでこっちも SHOX のロゴがあって 後ろはね、結構こう、結構弾力性のあるケーブルっていうか、触り心地はですね、サラサラしてます、すごく。おっちゃんの顔とかは出すの嫌だったんで、カピバラさんで。こんな感じですね、多分、こう。こんな感じ。こんな感じでしょ、こう。多分こんな感じだと思いますよ、こう。こうやって。 ちょっとつけてみますね。あ、眼鏡してるとあれだ。あ,あ、全然これ。おお、なんか圧迫感全くないですね。ああ、大丈夫大丈夫。僕、メガネしてるんですけど、こんな感じになって、この上からこうやってメガネをかけると、別に何の違和感もなくつけられます。ああ、まだあったボタン類がと。右側のここにプラスとマイナスと、多分これ電源ボタンだと思うんですよね。あと、ここが充電端子だと思います。 これを2秒押して起動。で、多分今、Bluetooth のペアリング状態だと思うんで、この SHOX のデバイスが出てきているので、これタップして、接続済みになってますね。これですね、SHOX。メガネしてると一回一回こう、外してつけるっていうのが、ちょっと手間ですね。あ、でも全然つけ心地悪くないですよ。あ、全然いいわ。 普段僕が使っている音楽サービスは Amazon Music を使っています。そうそう。チャゲアス知ってますみんな。チャゲアのアスカサブスク解禁されましたね。ちょっと前に。まだこのアルバム、このベリーベストロールオーバー 20s ってやつ。多分これだけしかまだサブスク解禁になってませんけど、順次ですね。曲も増えていくみたいですよ。最近ね、この中のね、天気予報、 の恋人ってやつみんな知ってますこの曲で、ね、聞いてみましょうか聞き聞き聞き。あ、こんな感じで聞こえんの骨伝導って。いい歌、この歌。ああ、でも低音とかはそんな出てないんだ。出ないんだ。ああ、でも全然音は普通にいいですね。僕骨伝導初めてなんですけど、ちょっと前動画でも紹介したこのサウンドピーツの このね、耳を塞がないタイプのイヤホン。これはあの耳の穴の前にこのスピーカーが来る感じで、やっぱりね、どうしてもちょっと耳の穴を若干覆っちゃうんですけど、でも耳の穴の中には入らないので、耳の穴が痒くなったりとかはしないんですけど、で、もちろん耳の穴塞いでないので、外の音を聞くには十分なんですけど、このね、骨伝導の方は耳の穴もフルオープンなんで、 周囲の音をしっかり聞きつつ音楽とかを楽しみたい人にはこれすごくいいと思います YouTube オーディオライブラリーのこのダナっていうやつちょっと流しますね iPhone の音量は MAX にしてます聞こえるでしょうで骨前動イヤホンって、ね、こうやって耳に触れるここの部分を触ると めっちゃブルブルしてるんですよ。音に合わせてめっちゃ振動が来るんですよね。ああ、こういうことか、骨前動イヤホンって。今、このスピーカーから出てる音プラスの、この振動を通じて伝わってくる音、すべての要素が一つになって、音が聞こえてくるっていうことなんでしょうね、これ。低音はなんかこうどんどん頑張って鳴ってますけど、そこまで低音の質は良くはない感じかな。 骨然動イヤホンのメリットとしては、骨を通じて音を伝えることで耳を塞がずに外部の音も聞こえるっていうのが一番最大のメリットですね。確かにね、耳の解放感はすごいです。なので、外を散歩中とか、あとスポーツをしているときとか、ランニング、ジョギングですね。えー、そういうときに使うと安全性がすごく向上しますと。まあ、通勤中歩いているときとかはいいと思うんですけど、満員電車とかですね、 ああいう,こう狭いところだとちょっと音が漏れちゃうのでそこはちょっと注意が必要ですけどこのカピバラでいくとこの首をこう横にこうガーッて振っても全くずれないのでやっぱりこうマラソンとかジョギングとかやってる時にもほとんどずれないっていうのがやっぱりこうメリットの一つなんだろうなって思いますね。 僕がこれを買った最大の、えっと、理由としては、まあ、外で散歩をしてたり、あと、ランニングとかジョギング。あとは、この間買ったこの R5 Mark II。ここら辺のカメラで、外で撮影をしているときに、ちょっと音楽聞きたいなとか、ラジオ聞きたいなっていうときが結構あるんですよ。ただ、そのときに、こういった耳を完全に塞ぐイヤホンだと、周囲の音がですね、ほとんど聞こえなくなっちゃうんで、 撮影に没頭しすぎちゃって、周囲が見えなくなって、なんかちょっと怖い時があるので、あとね、ここら辺のイヤホンは、まあ音はいいんですけど、あの、耳の中にね、イヤホンが入っちゃうので、どうしても耳の中がかゆくなってきちゃうんですよね、僕の場合は。なので、たまに外して、耳の中をカキカキしてですね、で、またつけるっていうことが、このイヤホンの場合は発生するんですけど、これはね、フィット感に関しては、これも抜群です。これものすごく軽いし、 耳の穴を塞がないし、耳の穴の中が痒くなることもないですし、長時間ね、快適に装着できるなっていうのも感じました。あと、しっかりフィットするので、運動中でもですね、ずれにくくて、写真とか動画を撮るときとかね、結構動き回ってセッティングする必要があったりするんですけど、そういったときもずれずにね、快適に長時間使えると思います、これは。あ,あ、いいね。ラチコでね、こうやって昔のやつが聞こえるので、 あめっちゃいいわ。<laughs> あ、なかなか音質いいですよ、ラジコ。ああ、これでも普通に綺麗に聞こえるわ、声も。BGM も。あいい、いい,い、い,いい。はい、というわけで今日はこの SHOX の OpenLAN Pro ンン1ですね、の紹介でした。この動画が役に立ったらですね、ぜひ高評価と、あとチャンネル登録もお願いします。えー、それでは今日はこれぐらいで終わります。バイバイ。